東日本放送は新型コロナウイルスの拡大に対する安全面を最優先に考え、10月に開催を予定していた松島ハーフマラソン大会の中止を決定しました。今年の松島ハーフマラソン大会は10月11日に開催を予定していましたが、新型コロナウイルスの収束が見通せない状況の中、 100% 安心安全な大会運営が極めて困難であることから中止を決定しました。なお、ランナーの皆様には参加料の返金などできる限りの対応をする予定で、詳細が決まり次第ホームページなどでお知らせいたします。